どうも、オモヒゲです。ってことで、今回もイベントクエストの方、新しいイベントクエストの方やっていきたいと思います。今回はイアン・ガルルガが相手らしいんですが、まあこれは別に本当に普通のイアン・ガルグルガだと あ、ちっちゃ ちっちゃ。うわー、なるほどね。これは面白い。ガルルガさん、久しぶりだな。はい。結構強いですからね、ガルルガさん。まあ、ミズライトで、いけるっちゃいけますけど。ちっちゃいな。当てにくい。いいっすね、ミズライト。効きますね。ほい。どんどん狙っていきましょう。狙いにくいな。ほっ、地雷をいっぱい仕掛けてと。いいですよ。自爆しに行きましたね。イアン・ガルルはですね、ちなみにですけども、自分の卵をイアン・クック先生にの巣に預けるんですよね。そしてイアン・クックに育ててもらうという 卑怯なやつなんですよ。なんか育児が苦手らしくてそうしてるそうです。会いたーい。やばいですね。ちっちゃくて舐めてたらダメですね。はいはい。おお、これどこにくっつかまってんだ。飛ばしできますね。狙えない はい、もういっちょー いいですよー。アルバトリオンのライトも使いたいね。あ、間違えた。あれ？ミズライトの装備が違うな。間違えた。調合。なんでだ。起きちゃった。ほい、よいしょ。さあ、どんどん打っていきましょう。効いてますね。いや、効きますね、ミズライトガルルガさん。最初は本当強かったんですけどね、もう歴戦とかもう全く手に負えない状態でしたけど、今ミズライトあれば全然楽々ですね。危ない。ようやく狙えるようになってきましたね。はいはい。おお、はい。ライトボウガンをこう。いや、体力はありますね、やっぱり。
体力ものすごいあるね。まだ終わらない。終わんねえ。この辺でしびれ罠、しびれ罠が持ってきてないというマヒダン打とうか。マヒダン打てるんだっけ。打てない。あれ、マヒダン打てるんじゃなかったっけ。いや、めちゃめちゃ体力あるな。ちっちゃいな。まだ弱らない。おお、こうなると秋にはまたちっちゃいでかいシリーズ来そうですね。ディノマルドあたり、ディノナルガあたりですか。つまでそう生きとんじゃん。はい、ラージャンとか来たらすごそうだよね。でかいラージャンとかやばいよね多分ね。でかいラージャン来たらもう大変だわ。はいはい、だいぶ弱って言わ来てるんだけどな。何、頭抜けないの、かわいそうに。はい、めちゃくちゃ体力あるな。おっしゃ、自爆して終わったわちっちゃい。確か正月にちっちゃいパオールムアッシュが来ましたけどもね。いや面白いっすねこの大きいシリーズ、ちっちゃいシリーズはでも体力はかなりありましたね。ペリカンのようなくちばしがね、いいですね。こちらで確かウサギの耳の装備を作れるはずなんで、まあ男プレイヤーは使わないかな。うん、ちょっと使いにくいですよね男性ハンターは、男性キャラは。よし、順調ですねイベントクエストの方これかな、導きチケット。あ、導きウサギなんだへえ。てなわけで、なんとかガルルガさんの方を倒せましたんで、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。以上、おもひげでした。